皆さんこんにちは。ファッション系インフルエンサーを目指すゲームファッションドリーマー、アイテムクリエイトで自分好みの色のアイテムを作れるけど、元から入ってる色の組み合わせのパレットから選ぶ以外にもっと細かく色を選べるってご存知かしら。最初気づくまでに時間かかったし、気づいたらコーデの幅がぐっと広がったから解説していくわね。細かい色の設定にする方法は超簡単。パレット選択の時に X ボタンを押すと詳細モードになりますわ。すると3つのスライダーが現れて、細かい数値で色を指定できるようになるの。この3つのスライダーで何が変わるかなんだけど、一番上は難しい言葉で言えば色相。明るさとかはそのままで色の方向性が変わっていくわ。バーの色味を見て何色っぽいのがいいか選んでね。2番目のスライダーは彩度、色の濃さ強さを表すわ。数値が小さいと色が薄くて白黒に近づいて、大きいと原色に近いビビッドな色合いになるわね。一番下は明度、明るさを表してて数値が小さいと暗く、大きいと明るくなるわ。これらをうまく調整してお好みの色を決めてね。それともう一度 X ボタンを押せばパレット表示に戻るから、組み合わせて使ってもいいわね。ここで一つ要注意な点をお知らせしておくわ。スライダーの数値は左スティックの左右で大雑把に変更、左十字キーの左右で1ずつ変更できるのだけど、最初から入ってる色は切りのいい数値じゃないのよね。そこを基準にしてプラスマイナスしちゃうから、曖昧に設定してると色を揃えたい時に微妙にずれてしまうの。数値を全部メモるのが確実だけど、なかなか面倒よね。特に似たデザインでトップスとボトムスがあったり、色を揃えたい場面は多いわね。こんな時に役に立つのがパレットの履歴。最近設定したアイテムのカラーがパレットとして登録されてるから、4色までなら詳細モードで設定したカラーの情報も引き継げるわ。複数のアイテムでトータルコーディネートしたいときは履歴を使い回して連続設定するといいわね。ただし引き継ぎは4色までだから、多色使いのアイテムは要注意ね。それとパレットにはちょっと面白い機能もあるわ。 Y ボタンのまとめて色替え、これはパレット内の色がランダムに割り振られるの。押すたびにランダムに割り振られるから、カラーパレットは共通で色の統一感を保ったままどこを何色にしようか迷った時に便利ね。ではでは、解説は以上です。超ピンポイントでグッとくる自分色をぜひ探してみてくださいね。